全部曖昧じゃないですか。え、接続なんないでください。もう一度お名前を変えます。店ややこしいんですよ。日本人なんですよね。でも人じゃないんですか。いや俺これずっとやれる自信ないわ。これ意味が分かんないから何にも言えないですよ、ね、何も言えない。食べ物の番組でお腹空いてない人まだね。めちゃくちゃ喋りますね。こんなはっきりした舌打ちなかなかされないですけど。